で、職員室はどこでござる？2階なんだけど、案内するからついてきて。どうしたのお兄ちゃん、疲れた？いえ、大丈夫でござる。女子中学生の香りが強すぎて、膝の矢傷がうずいてしまったでござる。生中、尊い。やだー、気持ち悪いよー。それからどうしたの？お目通り叶いまして光栄至極、オリビア氏の愚形が参上いたしましたでござる。何、その口調。はあ、先ほど電話に出られたお兄様ですね。あれ、電話だともっと普通の人かと思ったのに。オリビア氏が募集された雑誌はまだお手元にて息災でござりましょうか。え、ああ、これですね。オリビアさん、何度注意しても持ってくるので。大変申し訳ございませんでした。次からはもっと厳しく注意する所存でございます。ですからこの雑誌はどうかお返し願えないでしょうか。いえ、それはちょっと。5章でござる。でも5章でござる。チョココミで連載してる魔法少女プリティキスの続きがどうしても読みたいのでござる。悪の組織エロティカ軍団に捕まったキスの親友ベロチューの安否がどうしても気になるのでござる。まるで沈黙が永遠に凍りついてしまったかのようだった。もう一冊本屋で買えば、恥ずかしいならネット通販があるじゃない。そんな言葉が喉まで出かかったが、妹のマナミヤまで来て額を床に接吻させて懇願している彼を見て、そんなことを軽々しく言っていいのか。この時の私たちの頭の中にはきっとそんな思いが渦巻いていたに違いなかった。白泉社文庫、花子の華麗なる日常より抜粋。